言いたいことも言えないそんな世の中じゃん。ポイズン。俺は俺を騙すことなく生きてゆく。試験でしょ。戦うことも必要なのさ。デル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 。皆さん、ファニーです。よろしくお願いします。今日も将棋実況やっていきましょう。ということで皆さん、言いたいことも言えておりますか？こんな理不尽な世の中に言いたいことも言えずに、俺は俺を騙していないでしょうか？皆さん、自分自身を騙す、そんな世の中からも卒業して、言いたいことを言えるような世の中にしていきたいと思います。ということで、そんなこと言ってたらもう、将棋も中盤戦でございますね。さてと、ここでふーって桂馬跳ねて、そしたら、銀が逃げれなくなるから、2分30秒。銀逃げたら、これでね、桂馬跳ねて、銀逃げたら、香車取れるから、銀引いたら、歩つけばいい。これで銀桂交換できますね。これってどうしたの？ここで銀打つ。金取り。金取り。いける。これ千日手の予感でございますね、皆さん。千日手になりそうな雰囲気でございます。ですよねー。これはどうしたものか。この辺で一旦もう飛車先をついて、もう打開していきましょうかね。同角で取ってきたら、もう飛車角交換して、攻め繋いでいくみたいな雰囲気でどうでしょうか。ここで金を一旦取りの、で、7一角の筋を狙っていきましょう。7一に角を打って、二枚替え狙うと。二枚替え防がれたけど、でも銀が手に入れば、この5三に銀が打てると。そうすると、王手飛車ですね、これね。王手飛車はかけた方が負けると言いますけど、これはフラグでしょうか？フラグが立っておるんでしょうか？これで、そこ歩があればね、これは叩いてね、これを少し崩せる。痛いんでしょうけど、歩がない将棋は負け将棋とも言いますからね、皆さん。これは、フラグがビンビンと、ビンビン立っております。これでもね、ここを成られたら銀ボロッと取られちゃうから、これは銀を受けとかなきゃいけないですね。下がる、金下がるぐらいが、まあ、受けにも効いていいんじゃないでしょうか。香車を取らせてる間にね、こっちは攻めていきたいと思います。角成られたら一回ね、4、8玉と早逃げしたいですね。こう、そっち側にね、なってきたら角で繋ぐ。角で繋いだら一回取って取ってで金埋めて、香車取らせてのって感じでどうでしょう。まだ大丈夫だよね。飛車と銀だから、ここで詰むことはないと思いたい。で、これで逃げて、これでちょっと安心？でも歩叩かれて、どうだろう。銀の頭で歩打たれたらもう結構やばいかもしれない。桂馬。桂馬。桂馬。ここちょっと甘いんじゃないかと見て攻めたい。でもどうしよう。何がいいのかわからん。困ったー。みんな教えてー。教えてー。でもね、もう、なんか、もう、鬼神使いたくなっちゃう。鬼神、ない、あ、ない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 。この、いや、鬼神使いたくなる気持ちわかる？みんな。この、何したらいいかわかんなくなった時に、教えて鬼神さんってなる気持ち。もうね、しょうがないですよね。でも、動画だからね、鬼神は使わないんですけど、結構プライベートで打ってる鬼神使っちゃいます。ごめんなさい。はい。でもね、公式でね、認められてますから、皆さん。こういう風に打つんだってね、勉強になります。はい。で、今回はもう自力でやります。当たり前ですけど、動画なんで、自力でやりますー。もう、銀桂交換。これでも、上がられても微妙だし。一回は、取って、強者？いやー、わかんねー。歩がねー。歩がいねー。歩がいない将棋でございます。歩がいない、歩がいない。歩がいない、歩がいない。これは？銀引っ掛けて？これもう避けられてよくわかんないよね。重たい。もう、強者、強者ゲッチュ。でもね、強者取り、打った。強者もう使っちゃった。強者使っちゃったよ。ここで使わざるを得ないもんね、これね。飛車の合駒だもんな。また強者！強者ばっかり。もう、どうしよう。この強者もね、危険ながら、一回は受けとかないといけないやつだね。でもちょっとなんか紛れてきてるな気がする。馬がね、どっか行ってるし。これで、香車ゲットしたら、4五香が結構刺さるんじゃないですか？で何気にね、2五の桂馬も逃げ道塞いでるし。これ、血流行きたいね、最後。この、4一に血流。4三で叩いて4一に血流してる感じどうでしょう。これでもう、サンドウィッチ。サンドウィッチ伯爵。お、これいけるじゃん、血流。血流いけるやん。血流しちゃおうぜ。これで20秒。これで経過？いや、筆よかったかもしれん。これで、ちょっと縛った風のやつだけど、縛り切れてんのこれ。どうなのこれ。どうなの縛り切れてるこれ。これで、決めて、一手詰めにしようかな。斜めの駒が欲しい。斜めの駒があれば、詰む。斜めの駒どこかに落ちてない？斜めの駒。斜めの駒ゲットできる。斜めの駒ゲットできる。あと、やばい、時間ない。10秒、10秒、10秒。あ、ばば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 詰みがあったんですね、これね。お相手の方も結構受けが難しかったんじゃないですか、今のは。ふぅ勝てたふぅいやー、焦ったね、今。最後ね。これでも、受けてたけど、攻め負けてたよね、多分ね。受けてくれてよかったかなって感じ。でございますね。皆さん。言いたいことも言えない、そんな世の中じゃ。ポイズン。ポイズン。GTO ってすげえ面白かったなって今思うと思います。ということで、また次回の動画。
でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。